ベッテルリ M1870 は1870から1887年の間のイタリア王国の正式軍用小銃である。ベッテルリとは弾薬の開発者の名であり、その弾薬の名称でもあり、その弾薬を用いる一連のライフルの名称でもある。リニチイベッテルリビタリならベテルリビタリとなる。M1870 ははじめに 国色火薬を後に無塩火薬を使用した 10.4mm47R ベッテルリセンターファイアカートリッジを装填する単発式ボルトアクションライフルであった。口径の 10.4mm は 10.35mm と表記されることもある。ベッテルリカートリッジはイタリア陸軍発の小重用金属薬莢であり、ベッテルリ M1870 は イタリア陸軍発の金属薬莢を用いる主力小銃であった。イタリアの M1870 はスイスのベッテルリ M1869 の開発した黒色火薬を使用した 10.4mm38 リムファイアカートリッジを装填する11発入り艦上弾装を持つ連発式ボルトアクションライフルに基づいていたがコストダウンのために単発式に 簡略化されていた。また、スイス陸軍の 10.4mm38 は、リムファイア方式であるが、イタリア陸軍の 10.4mm47R は、貴重な銅製薬莢をリロードにより再利用するために、ボクサー型センターファイア方式を採用した。ベッテルリ M1870 小銃と、騎兵銃は、ブレシア、テルニ、トリノ、トンレアンヌンツヤータの、 格造兵賞で生産され、旧式のカルカの M1867 ニードルガンを1870年代半ばまでに置き換えていった。1887年以降、M1870 は徐々に連発式の M1870、87に回収されていった。M1870、87は後継のカルカの小銃に置き換えられるまで、 イタリアの主力小銃の地位にあり続けた。第一次世界大戦の頃には、ベッテルリ小銃は完全に時代遅れであり、第二戦級の装備であったが、もとより大量に生産されていたことと、兵器不足から第一戦に借り出された。1916年には、イタリアは、ロシア帝国に約50万兆ものベッテルリ小銃を売却したが、ロシア革命後に革命政府が、 国色火薬を使用する旧式装備を処分したため、それらは最終的にスペイン内戦時に共和国派に供与された。断層式の球団機構を持たないことの過ちに気づいたイタリア陸軍は、砲兵隊員ジュゼッペ・ビターリによって設計されたシステムに基づいて、1887年から1896年にかけて既存の M1870 を4発入り固定断層の 連発式ライフルに回収した。ゆえに以降をベッテルリビタリと呼称する。オランダ陸軍の単発式の防門 M1870 不標銃もイタリアのビターリシステムを採用し、連発式の防門ビタリ M1871-88 不標銃に回収された。1915年にカルカの小銃と弾薬を共通化するために既存の M1870 87を6ートル5、mm、0に使用にさらに回収したもの。トリガーガード前方の突出した固定弾層形状も変更された。カルカの小銃のように差し弾紙を使用できた。これらの回収型は、砲兵や市長兵や交尾部隊など小銃を主武装としない部隊で自衛や警備や訓練に使用された。第一次世界大戦後、これらのライフルの多くは、 リビアのトリポリタニア、フェザーン、キレナイカの各植民地に、またエディトリアとソマリアにも訓練用ライフルとして割り当てられた。これらのライフルは第二次エチオピア戦争で主にアフリカの現地人兵士によって使用され、第二次世界大戦ではイタリア各植民地軍の他はファシストの準軍隊であるクロシャツ隊によってのみ使用された。 10.4mm47R 仕様。基本は、ベッテルリ M1870 小銃に準ずる。機兵銃なので、重心と全重症が短い。ウィキメディアコモンズには、ベッテルリ M1870 に関するメディアがあります。ありがとうございます。